皆さんこんにちは。今日からですね、バーンハタルスキの定理の証明の、このバーンハタルスキのパラドックスという本の巻末部分の証明を、きっちり読んでいきたいなと思います。この、証明部分のページは14ページほどなので、まあそんなに、大変ではないわけですね。ただまあ、これを動画で紹介するとなると結構10回ぐらいひょっとしたら行ってしまうのかもしれないですけど、まあそんな難しいものではないので進んでいきたいと思います。ただまあこの本には、集合写像群線形代数についてはきちっとすると書かれてありますね。まあ、集合群線形代数の、処方については、私も動画で投稿しましたので、もし、知識がほ、欲しいよっていう方は、知識が欲しいよというか、もうちょっと、見てみたいよっていう方は見て、私の動画をご覧ください。まあ、写像については、写像自体はね、私の動画で使ってるんですけど、基礎からその説明するっていうことはあまりしてなかったかなとは思いますね。といっても、単写とか写像の単写性とか1対1、単写というのは1対1のことですけど、全写とか全単写とか、それぐらいの言葉と扱い方を分かっていれば大丈夫でしょう。予備校のノリで物理ある予備のりさんが写像についてすごく丁寧に解説している動画があるので、もしそれをご覧になればより理解が深まるかなと思います。では早速いきましょう。で、群作用っていうところから始まってますね。で、群作用ですから、群 G と、集合、セットなどというふうに書きましたけども、群 G と群と集合が与えられてて写像があると。それはどういう写像かというと、 G と X の直積から X への写像が存在していて、次のような括弧1括弧2を満たしているときに、群 G は X に作用するという、群作用していると。 X は群作用している、群 G は X に作用するといい、 X を G 空間というと。このちょっと大事な定義がありますので、ちょっとこれ、少し解説してみましょう。これは写像っていう言葉を与えられてますけれども、写像 F によって GX っていうものが定義できて、それが X の、源ですよっていうことなんですけど、これは馴染み深いですよね。線形空間のベクトル空間の話を思い出してもらうと、これ G が例えば群じゃなくて体、複素数体、実数体で、X っていうのが、V っていうふうに表しましたけど、加法群の時に K×V が V になると。で、なんかいろいろごちゃごちゃとこういう、条件が成り立つような時に、ベクトル空間であるよ、なんていうふうに言いましたので、これ自体は、そういうベクトル空間とか、体とかそういう言葉に慣れていれば、そんなに驚くようなもの定義ではないですね。このような、動画も投稿したので、よろしければ見ていただければと思うのですが、で、条件をちょっともう少し見てみましょう。1っていうのは単位元ですね。G の単位元ですね。G の単位元で、X っていうのはラージ X、集合の元だから、1×X は X になるとは限らないですけど、でも一応、この集合 X の元においても、普通の通常の群 G の単位元のような役割を果たすものが、ことが定義されてます。私の場合は、単元は G の単元は E っていうふうに表しましたけど、一応情報群の単元の時に、1っていうふうに表すこともありますよね。これはバナハ・タルスキのパラドックスの本に従いました。で、G と H が G の元の時に HX って作用させたものに G をかけたものと、もともと GH をかけて X に作用させたものが同じになるよ。結合補足のようなものが XG×X のが X の、この作用においても成り立つよっていうことが言ってるっていうことですね。まさしくちょっとベクトル空間の時の定義に若干似ているわけですよね。で、このような時に群 G は X に作用するといい、 X を G 空間と言います。で、ここに、集合 セットって書きましたけど、ちょっと書くときに省略したいときには G スペース、空間はスペースですから、G スペみたいな感じで略記を書くかと思います。で、群もグループみたいな、本当はグループなんだけど、グループで省略したりとか、集合は集合って漢字書くのもめんどくさいんで、群もね、漢字ちょっと画数が多いんで、こういう簡単な英語表記でする場合もあるかと思います。
ということも言っておきます。で、この軍事は X に作用するという X を時空間という、これはとても大切なんで、まあ覚えておいてくださいというか、具体例で説明していきましょう。はい。で、S 事情、これは原点を中心とする球面。S2 っていうふうに表現、言いましょうかね。まあ、S2 とか S2 っていうような言い方。これ、球面なんで内部は詰まってないですね。内部は考えない。表面だけっていうことですね。で、SO3 を回転群としましょう。回転群っていうのは、まあ、3次の正方行列ですね。G が SO3 の源っていうのは、この TG っていうのは天地行列っていうことで、行と列を入れ替えたものと、それ自身を、掛け算すると E。これ単位行列ですね。単位行列になりますよと。で、S、スペシャル。何がスペシャルか。スペシャルな直行、応相合なる。何がスペシャルかっていうと、デターミナント G、行列式を考えると1になりますよ。これどういうことかっていうと、距離を変えないってことですね。だから回転させた時に、回転させて距離がビュッと伸びちゃったり縮んじゃったりする場合が、一般の直行群だと、そういうこと、回転群だと、起こりうるんですけど、スペシャルの場合だと距離は変わんないわけですね。とすると、まあ、球面上の点を SO3 の弦をかけてあげれば回転するだけなんで、また S2、球面上の、弦に、移しますよっていうことで、これはだから SO3 空間、 S2 に対して SO3 空間というふうに、言うことができますということですね。この G っていうのが SO3 であって、この X っていうのが球面である S2 で、もう二つですね。で、 M3 合同変換群っていうものがあります。点の周りの回転と平行移動の合成で得られる変換の全体です。これちょっともうちょっとこれは具体例で言いましょうかね。これ2つのペン、赤ペンがありますけど、これはまあ合同ですよね。合同で、まあ、これがこんな風になってて、ここはこういう風になってたとしましょうね。で、この2つが合同だっていうことの数学的説明、ちょっとこっちにしよう。説明、これとても重要ですね。合同変換群によってこの2つが合同であるということが言えるわけですね。こっちのな、どういうことかっていうと、この2つのペンがあったときに、これを回転させて、点の周りの回転ね、で、こんぐらいかな、で、平行移動させるとぴったし重なりますねと、だから合同ですよという言い方をするのが数学的な合同の表現なんですよね。だから、合同だっていうためには、回転と平行移動、平行移動ってのはベクトル足すっていうことですね。で、得られる変換の全体 M3 もしくは M3 っていうような言い方をすると、 R3 というのは3次元のゆっくりと空間、我々の普通の空間を数学的な表現というか、まあ座標ね、 X 軸 Y 軸 Z 軸で表したものが R3 ですね。で、3次元ゆっくりと空間は M3 空間になりますよということですね。だから、これもだから行列とベクトルを足すっていうような演算で、この合同変換群というのが表されています。で、これ M3 空間だから R、次もう終わったんですね。で、例、もう一つの例、 G が群だとしましょう。 G×G が G、 これはもう G の自然な演算ですよね。 G の定義の中にこの G×G は G っていうのが入ってるってことは、群の定義のところでも説明しました。この時に G 自身の左作用っていうふうな言い方をします。まあ、この G っていうのに G っていう、まあ同じ G なんだけどかかってるよ、同じ G なんだけどこっちの左側の方をちょっと特別視して、 G の G 自身への左作用っていうのがあるよと考えると、 G 自身は G 空間であるということが言えます。はい、だからこの、群作用のお話というのはですね、この G が回転群だったり合同変換群だったりということですね。この X っていうのは集合なんですけど、ゆっくり3次元のユークリッド空間であったり、まあ、その3次元ユークリッド空間内の球面であったりということです。まあ、そういうことを、イメージされると、この定義ですね、群事を X に作用するといい、X を G 空間というのも、抽象的な
定義というよりは、まあイメージすることがしやすいのではないかなというふうに思います。で、はい、すいませんね、ここでもう一つですね、 X ニョロ、X が G 空間としましょう。この時に X に同値関係を導入して同値類で分類しましょうということができるわけですね。どういうことかって言ったらば、 X とスモール X スモール Y をラージ X の元とした時に、 X による Y っていうのをある G が、ラージ G の群の元スモール G があって、 Y イコール GX で表されている時に、同値だというふうに定義しましょうということですね。で、まあ X は 1X なんで、結局だから X ニョロ X、 はい、反射率が言えました。 X ニョロ Y の時にはまあこういうことだから、こういうことだから、X っていうのは G インバース Y なんで、ちゃんと G の元で X っていうのは X と Y っていうのがつながれてますよっていうことだから、 X チルダー Y ならば Y チルダー X、でこれで対称率も言えました。 X ニョロ Y、 Y ニョロ Z の時、 Y は GX、Z が何か、H、スモール H っていう G の元の積で表して、演算で表していたならば、 Z イコール HY っていうのは、この H、H じゃないですね、この Y ですね、 Y っていうのが GX だから、HGX で、まあここ結合則から HGX、 こういうのが言えると。で HG っていうのはまあ G の元ですよね。ということで、X と Z も言えたと、だ推理率も言えましたということで、これは同値関係であるよということが言えました。じゃちょっともう、これ簡単だったんで、もうすぐ消しちゃいます。でこのような時にですね、同値関係が今入ったわけだから、こんなような表現が、一つの同値類をこういうふうに表現できるわけですね。 GX、GX は、G は G と、だからどういうふうに分けられたかと、この G っていう、今の同値関係によって、例えばまあ GX、GY、GZ、点点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 、まあもちろん X と Y、まあ無限に今こういうふうに書きましたけど、XYZ はどれも同値ではない。こういう形で、G、ごめんなさい、G じゃないですね。G じゃないですね。X の方を、同値関係によって、クラス分けすることができましたと。はい、そうですね、まあ、こんな感じで、まだまだ続くんですけれども、じゃあ次回、合同とか、分割合同とか、さらには、そうですね、パラドクシカルな集合などというものも、定義できたら定義していこうかなと思います。ありがとうございました。